さてもう1週間を切っている中テレ祭り、私野川は今回あるインテリア雑貨を完全プロデュースすることとなりました。開発までの道のりを追いました。今回私がプロデュースするのはお部屋をいい香りで満たしてくれるインテリアアイテム、ルームフレグランス。でもただのルームフレグランスではなくて、私は福島に育ててもらったから福島の四季を感じられるもの。私野川貴弘、人生初の商品開発に挑戦。福島の四季を感じられるルームフレグランスをプロデュースですと意気込んだのはいいものの、どうする？いいんだけどね。一筋縄にはいきませんでした。2ヶ月間の奮闘をご覧ください。青空になりました。天気にも恵まれた南会津、午前9時ですが氷点下のいてつく寒さです。今回商品開発に協力してくれたのは南会津町田島の18日。小平さん、こうして店内ももう幸せの香りに満たされてるんですが、ずらーっとこちら並ぶのがエッセンシャルオイルですよね。はい、そうです、うん、このエッセンシャルオイルとは植物から抽出されたいい香りのするオイルの方です。今回はこのオイルを調合し四季を感じる香りを作っていきます。自然の中で育った木々とか葉っぱとか作物から取られてるんですよね。はい、そうです。これって現地を見に伺うこととかってできるんですか？はい、大丈夫です。本当ですか？はい。そうして向かったのは雪の残る南会津町の山の中です。ここで小平さんが手に取ったのはこの細い木の枝です。え、枝ですよ。すごい。何？いい香り。安心する。あの新緑の深いでもフレッシュな、まあ、一見するとご覧のように普通の木の枝に見えるこちら、クロモジという特に高級なエッセンシャルオイルの材料だったんですよ。ちなみに、はい、あのお店でもさっき拝見しましたけど、はい、あのエッセンシャルオイル、はい、3ミリとかですよね。はい、そうです。あれはどのくらいのクロモジが必要なんですか？はい、だいたい1本で 1.7 キロの材料が必要になるんですね。1キロ？ 1.7 キロです。はい、エッセンシャルオイルは100キロの材料を集めてもわずか100ミリリしか取れないこともある貴重なものだったんです。そんなオイルを贅沢に何種類も使って開発を行います。私初めてです。全然じゃ、すごい杉の香り、青みがすごく爽やかに香る香りですね。そうですね、嗅ぐだけで森林浴をしている気分が味わえるっていうふうに言われてます。行かなくてもね、好きです。北はね、赤。単体ではすごいですね。ハッカはこちらのハッカは地元南会津の農家さんが耕作放棄地を利用して育ててくれたものなんです。そして福島だけではなく全国の香りも使っていきますよ。これ私の地元？あ、そうなんです。和歌山県の。嬉しい。はい、あー奥深い。もうこれぞ和ですね。この和歌山県の高野牧の香りはとある航空会社のファーストクラスでも使われているというリッチな香りなんですよ。選んだオイルをブレンドし、もうわずかにも比率まで微調整していきます。この作業を繰り返し理想の香りを作り出すんですが、どうする？もう使いたい香りが多すぎて悩むことおよそ4時間。やっと香りのレシピが完成です。そして2週間後には試作品が到着。しかし、待って、
ちょっと待ってね。もう一回ここ柿かに比べてもいい？もちろん。なんか似てない？似てる。柑橘を多く取り入れた夏と冬の香りが似てしまい、慌ててレシピを練り直しです。大変な作業なんですね。地道だ。来ました、来ました、冬と夏試作第2弾でございます。これってか他の季節との違いが、冬が出なくなった。あ、いいんだけどね、これでもいいのよ、これでも十分いい香りで皆さんに手に取っていただけると思うんだけど、うん、こだわりたいよね。どんな小さな違和感も見過ごすわけにはいきません。自分らしさって途端に出すのが難しくなったり、だけど家には香りがあって、その香りって自分らしさを取り戻すきっかけだと思うんですよ。自分らしさを大切にしてきた人生に寄り添ってくれたのが香り。私にとって大事なものだから妥協せず最高のものを皆さんにお届けしたいんです。プロフェッショナルですね、まさに。はい。そして予定していた制作期間を過ぎた頃、やっと届きました。超ギリギリ。いいよ、完成だ。おー、これでいこう。ようやく自信を持って届けられる香りができました。ということで完成したということですね。披露いたしましょう。本邦初公開こちらです。来た。おあらららら、やっと間に合った、よかった、うん、素敵ですね。そうなんです、見た目にもこだわりました。こちらは福渡しと言います。福島の自然に息づく香りで幸福感に満たされるひとときを届けたい。皆さん一人一人の私らしさを皆さんに感じていただけますようにと願いを込めました。そしてときめくこの色にもこだわったんですけれども、うん、はい、四季ということで4種類の展開があります。まずは春、まもなくの季節からいきましょう、はい、緑の花むしろと名付けました。新緑の綺麗な色、こちらですね。小野さんどうぞ。緑が綺麗、うん、はっ、おー、すごくいい香り。ほんとフレッシュでね、春を想像できる香り。あ、ずっと嗅いでたくなる香り、リラックスできる香りがしますね。ここまでいい香りしてきますね。そうなんです。もうあのスタジオ中がね、この空間に満たされているわけなんですけれども、あの VTR にもありました南会津の黒文字を使ってて、ちょっとリッチなんですよ。そうなんです。なんかこれから何か始まるぞっていうワクワク感も感じるね。新年度にね、皆さんの背中を押したいなっていう、そんな私の裏のメッセージも入っています。あるらしい。さあ春を越えまして次は夏、さんさんと太陽が降り注ぐ、そんな季節をイメージして黄色のサンサンです。こちら、はい、夏と言ったら石井さんですからね。夏にはうるさいですからね。サンシャインボーイ、ドキドキ、あ、すごく爽やか。もう海を連想するような香り、はい、エネルギッシュで、でもちょっとこう爽やかな、なんだろうな、森の香りみたいなものも感じますね。そうなんです。あのレモンが前面に来るんですけれども、こちらの夏のサンサンは杉、これも南会津産のものが使われていたり、まあ、ジャスミンとかちょっとのブラックペッパ ー、まあ、言われないと気づかないかもしれませんけれども、もうこれを 0.01 もう一滴単位で調整をしているわけなんですよ。福島の豊かな海と山、それを感じる。そ ね、そんな景色が思い浮かぶ。いい香りだわ。いい、ね、夏早く来いって感じがしますね。さあ夏を越えまして、次は秋に参りましょう。秋は透明のこちらなんですが、秋は夜が長いから夜長とつけました。どうでしょうか。あら、またなんか上品で、ラグジュアリーな素敵な香りがしますよ、うん、私のふるさとである和歌山の高野牧の香りも入っているわけなんですね。ここに使われているんだ。ちょっとロマンチックな香りもしますね。そうですね、寝室とかまた夜とかシーン別に変えていただくのもいいかもしれません。あ、おしゃれ。さあそして大人の香り。冬、福島の冬はね、厳しい寒さですから温まってほしいということで、石井さんどうぞ。じゃあちょっとロビラキです、
あの VTR では夏と冬、うんうん、同じじゃないっていう話ありましたけど、はい、全然違う、はあ、よかった。なんだろう、すごい深いね、重厚感のある香り。そうなんですよ。あ、なんかすごく木の感じが一番感じられるかも。なんだろうな、うん、サウナ。あ、うん、あ、そうですね、サウナの中の香り。冬なんですけれども、整いそうね、その寒さではなくて整う、そんなね、あの幸せな香りを。もうこれテレビだからちょっと悔しいところがあるんですけども、届けたいんですけど、ね、届けたいんですけど、ぜひ水曜日からの中テレ祭りの会場、中テレ屋で、イケオシの香りを、あ、いいかも、うん、ダンディーな香りかもしれませんね。心が整った、はい、ご覧の日程も来週水曜日に迫りました。期間中の日曜日まで会場でこうして近くで嗅いでいただくこともできます。売り切り次第終了となっていますので、お早めにお越しいただければと思います。さらにさらに4本セットの商品を全日通じて販売することとなりました。こちらは50セットの限定販売となっています。こちら購入するとコースターもプレゼントということ。そうなんですよ、こちらですね、可愛いですね、和柄になってるんですよ、じゃらん、あら、恐れ入ります。限定でございますので、良ければ良ければこの4本セットお得になってございますのでね、ぜひこの4本セットだけでなく一つでもお手に取ってみてください。素敵なサインね、直筆ですもんね。そうです、そうです、一つ一つ書きますよ。以上、中テレ祭りの最新情報でした。